ちょちょ、行くですよ。よしよし、ちゃんと加えて戻ってきたですね。わかってるですよ。ご褒美ですね。ほら。ほら、ゆっくり食べるのです。ん？リリー。どこかに出かけるのですか？うん、ちょっとお散歩してくる。そうですか、気をつけて行ってくるのですよ。もう、なんでそうやってみんなリリのこと子供扱いするの？リリくらいの歳じゃ仕方ないのです。ねねお姉ちゃん、チョウチョウと何してたの？ちょっとした特訓なのです。特訓？物を加えて戻ってくる特訓なのです。見てみるですか？うん。じゃあチョウチョウ、リリに見せてあげるのです。では、よしよし、偉いですよ、チョウチョ。うわー、チョウチョすごい。ねえ、リリも投げるのやってみたい。良いですよ。チョウチョ、投げるのがリリでもしっかり拾ってくるのですよ。それじゃ、いくよ。お前たちは何を考えておる。リリに手を出そうとするとは。話すにゃ、キキョウ、話すにゃ。母上様、大王様を話してほしいにゃ。母上、大王を話すにゃ。
話してやるからおとなしくしろ。だがその前に確かめたいことがあるのだが。にゃ、何やら先ほど食料庫に賊が入ったらしくてな、いろいろ持ち出されたらしいのだが、お主ら何か心当たりはないか。何のことにゃ。ミーたちは宴の準備で忙しいから早く話してほしいにゃ。うん、宴とな。で、その食材はどこで手に入れたのだ。そんなの狩りに決まってるにゃ。ほう、最近は酒も狩りで手に入れられるとは知らなんだ。優しく通っておるうちに白状せぬか。ネタは上がっておるのだぞ。にゃ、まったく、いつになったらここでの生活に順応するのやら。それはそうと、リリ、なに？こんなところに一人で来たら危ないだろ。大丈夫だよリリ、子供じゃないもん。だが。大丈夫なの。わかった。だが、気をつけてな。うん、じゃあね、キキョお姉ちゃん。やれやれ。で、お主らは主人を置いてどこへ行こうとしておるのだ。ちょっと用事を思い出したにゃ。ちょっとお腹が空いたにゃ。ちょっと眠くなってきたにゃ。たわけ、逃がすと思っておるのか。ここにいたのか。あら、メイリン、あなたも釣りに来たの？そんなわけあるまい。どこかの誰かが仕事をほっぽり出していなくなったせいでいろいろ滞っていてな、仕方なく探しに来ただけだ。それは大変ね。ひとごとのように。でもいいの？そんな怠け者のためにあなたまで出てきちゃって。なに、その分アーシャが頑張ってくれているさ。そうね、あの子最近しっかりしてきたみたいだし。じゃあ釣りはここまでにしとこっかな。そうしてくれると助かる。ん？あら、お嬢ちゃん、どうしたの？え？お前はシオンの。まさかこんなところまで一人で来たのか？うん。ずいぶん肝っ玉が座ってるのね。ん？何？シェレンお姉ちゃん、キラキラしてて綺麗。キラキラって、ああ、指輪とか。うん、いいな、リリも欲しいな。ならカズトに頼んでみたら。ご主人様に。ええ、きっと喜んで買ってくれると思うわよ。おい、シェレン、そんなことを言って後で本郷にどやされても知らんぞ。いいじゃない、男なら
女の子に装飾品の一つも買ってあげるくらいはするものよ。いや、しかしな。ん？私にも何かあるのか？お腹、痛くならない？は？お姉ちゃん、お腹丸出しだから寒くないのかなって。は？そうね、確かにお腹丸出しで寒そうよね。セレン、お前、女の子はお腹とか腰とか冷やさない方がいいってお母さんが言ってたよ。それは確かにそうなのだが、だがこれは。セレン、笑うな。誰にも見られてないよね。おい、早く帰ってお部屋で読もうっと。あー、ひなりお姉ちゃんだ。えらー、ん？これなーに？これもご主人様の世界の服なのか？うん、確か巫女服とか言ってたよ。巫女服？ご主人様に教えてもらった中で一番気に入ったから最初に作ってもらったんだ。最初にってまだ他にあるのか？うん、まだまだいっぱいあるみたいだったよ。ウェイトレス、バニーガール、学生服、チワーデス、あとはもういいって。でこの巫女服が出来上がったから受け取りに来たってわけか。うん、
でもその前にちゃんと着られるか合わせてみないと。それもそうだな。で、なんで私に渡してくるんだよ。なんでって、これお姉様のだし。はぁ？お姉様、これでご主人様を納札しちゃいなよ。いやねえねえねえ、お前さん納札って何バカなこと言ってんだお前は。だってお姉様ってば、自分の方から全然ご主人様に迫ったりしないみたいだし。ならこういう服を着てご主人様の興味を引かなきゃ。そんな、でもだって。何してるの？リリー。今ね、お姉様が新しい服を試着するところなんだよ。いいな、新しい服。リリーも欲しい。でもこれお姉様用だからな。じゃあ次に作るときはリリちゃんのも一緒に作ってもらおうか。おい、タンポポ、リリまで巻き込むな。っていうか、これの他にも作る気なのか。当たり前じゃん。そのためにご主人様からいろいろ聞き出したんだもん。タンポポ的にはバニーガールっていうのがおすすめなんだけど。バニーガール？バカ！リリに変なこと教えるんじゃない！おーん、ちょっとお腹減ったな。でもお金持ってないし、どうしよう。おや？リリ何してるのだ？リンリお姉ちゃん、何してるの？リリーはちょっと小腹が空いたから何か食べようと思ってきたのだ。そうなんだ、いいな。お、リリーもお腹が空いてるのか。うん、でもお金持ってないから。ならリンリンがおごってあげるのだ。いいの？リリが食べる分くらい増えてもどうってことないのだ。おっちゃん、いつものちょうだい。ありがとうなのだ。それもいつも通りでお願いなのだ。でもリンリン、お兄ちゃんにダメって言われたことないのだ。分かったのだ。今日はリンリンが払うことに。ここで働いていくから、この肉まんを受け取るのだ。
ありがとう、リンリンお姉ちゃん。なんのなんのなのだ。じゃあおっちゃん、何からすればいいのだ。こんなところにお皿が、どこに運べばいいの。失敗しちゃったのだ。なんだか大変そうだな。